梅酒。梅酒は、一般的に6月頃に収穫される梅を、上流酒、ホワイトリカー、焼酎、ブランデーが、一般的に漬け込むことで作られる、混成種類、アルコール飲料の一種である。歴史的には、元禄期に表された、本朝食感に作り方が記載されている。富田一志編、辞典近代日本の先駆者、日外、阿アソシエーツ。 1995年には、梅酒ともも酒は1912年頃、広島県多摩郡竹原町に住む米原か地によって作られたのが始まりと書かれている。梅の果実を丸ごと砂糖などと共に酒に一定期間つけ、果汁やエキスを抽出することによって作られる。日本で市販されている梅酒の多くは、アルコール度数8から15度である。果実を使った種類であるが、 日本の酒税法上の果実酒、発泡性種類を除く醸造種類の一種。果実または果実及び水を原料として発酵させたものなどではない。家庭でも容易に作れることから古来より民間で健康に良い酒として親しまれており、食前酒としても用いられる。日本では酒税法の規定によって、種類の製造には免許が必要であり、酒税法第7条。 種類に、水以外のものを混ぜることも、種類を製造したものとみなされる、酒税法第43条上、出荷すると酒税を納める必要がある、酒税法第6条。ただし、消費者が自ら消費するために、精霊に定められた条件で種類と他の物品を混ぜる、場合には適用されない、酒税法第43条11項いう、例外規定があり、梅酒の場合、 すでに酒税が納められたアルコール分20度以上の種類に、糖類、梅その他の財務省令で定められたもの、酒税法施行規則第13条3項を混ぜ、新たにアルコール分1度以上の発酵がない、酒税法施行令、第50条14項場合には製造とみなされず、免許が必要とはならない。逆に、免許を持たないものが、日本酒、みりん、 ワインなどのアルコール度数が20度未満の酒で梅酒を作れば違法となり、家庭の範囲を超えて提供、消費しても違法となる。また、蒸気の条件に加えて、2008年4月30日に設けられた特例措置によって、酒場、料理店等種類を、もっぱら事故の営業場において、引用に供する号を営んでいる者、料理旅館も含まれるが、 事故の営業場内において、引用に供することを目的として、引用に供する営業場内において年間1キロリットル以内の酒を使って混ぜることも申請すれば認められるようになった、租税特別措置法第87条の8、店で梅酒を作る前日までに、所轄の税務署長に対して、特例適用混和の開始申告書を提出し、かつ、原料として使用する、 上流種類の月ごとの数量を帳簿につける必要がある。なお、免許を取得し、日本酒などの醸造酒をベースに製造、販売されている梅酒もある。一般的には、梅の実 1kg に対して、砂糖0.2から 1kg、ホワイトリカー1.8リットル程度の割合で、混合して作成する。梅の実についている茎は、竹串などで取り除き、 傷のある実があれば除く。よく洗った後、念入りに拭いて、水分を取り、一時間ほど天日で干す。時々ひっくり返し完全に乾燥させ、雑菌の繁殖を防ぐ。梅と砂糖を交互に正常な瓶に詰める。この際、梅が浮いてこないように、砂糖を一番上にすることが多い。これにゆっくりと酒を注いで密栓し、冷暗所で保存する。梅酒に使われる梅には、 南高梅のほか、古城、白、加賀、欧祝、文語、竜、蘇は小梅、林州、玉栄、梅郷など、果肉が厚く種の小さい酸味高い品種が多く、用いられる。黄色く色づきこなしたものではなく、大梅が良いとされるが、熟した梅を使用しても、独特の香りが得られる。砂糖は、一般的に、氷砂糖が使われるが、蜂蜜、黒糖、 火糖なども使用される。妖怪が比較的緩やかなものが好ましいとされる。その理由については、糖が溶け出す前に浸透圧差によって、酒、エタノルを吸った梅から、糖が溶けた後に浸透圧が高まった酒に、その成分を放出するためと説明されている。梅が酒を吸う前に急速に糖が溶解すると、浸透圧によって、梅の水分だけが抽出され、 含まれる成分は放出されないとされる。また、大粒の氷砂糖は、粉体のものよりも徐々に溶解することから、攪拌の必要なく糖の濃厚部分が、底部に滞留することを避ける効果もある。徐々に砂糖を加えていくことにより、氷砂糖を用いた場合と、同様な効果が得られるとされる。また、最初から砂糖を溶かした酒を使うと、梅の実が硬くなる。酒は、 ムミムシューのホワイトリカー、コールイ上虫を用いるのが一般的である。同じような製法で作られ、同じくムミムシューのウォッカでも代用できる。また、ブランデー、ウイスキー、ジン、ラム酒、本格上酎、泡盛などのムミムシューではない上流酒でも同じように作ることができるが、この場合は使用する酒の種類によって当然ながら異なった味わいになる。うまみを出すには、 長期の熟成が必要となるため、アルコール度数の低い酒を使う場合は、腐敗やカビの発生に注意を払わなければならない。一般的には、35度以上の酒が望ましいとされているが、度数が高い酒を使うと出来上がる梅酒のアルコール度数やカロリーが高くなる。自家用に漬け込む場合には、アルコール度数が20度未満の酒を使うと違法となる。十五度以上の酒を使って、 市販の梅酒と同程度の重度に仕上げるためには、後でアルコールを蒸発させることが必要となる。長期間漬け込むことで、コクが出るとされ、10年以上熟成させたものも存在する。それぞれ違う素材を使用し違う環境で漬け込むことから、それぞれの独自の味わいがあり、また長く貯蔵すれば、美味しくなるというものではない。 死行動を調べたら2年目の梅酒が人気が一番高かったという研究もある。貯蔵で品質が低下する要因の一つに、折、沈殿物の発生が上がられる。これは、梅由来のポリフェノールが液中のタンパク質と結合し、不要化することが原因と考えられている。梅酒を製造するメーカーはその折の発生防止のため、ポリフェノールを選択的に吸着する、ポリビニルポリピロリドン。 PVPP やタンパク吸着剤ベントナイトを用いて、あらかじめ除去処理を行うことが多い。不要となった梅の実を取り出し、その取り出した梅を食用としたり、煮込んで梅ジャムに加工したり、家畜の餌とすることもある。1962年に改正された酒税法は、一定の条件の下で、消費者が自分で飲むための混和を、製造行為とみなさないとする。 例外規定を設けている、酒税法第43条11項。醸造酒など、アルコール度数が20度未満の酒を使う場合や、蒸気の物品を混和した場合は、漬け込む過程で発酵が生じ、アルコールが生成される可能性がある。つまり、蒸気は、漬け込む過程で1%以上のアルコールが生成しないという条件に基づいて設けられた、規定である。 従って10から14度の一般的なみりんなどに漬け込むと腐敗の可能性だけでなく法律違反となる。酒税法施行令、第50条第10項の1。また、使用する酒は蒸留酒でなくてはならない。従って、サングリアなども家庭用であっても、酒税法違反である。メディア等で、梅酒の作り方を紹介した際に問題となったケースがある。なお、 1962年の法改正以前は、家庭で梅酒を作ることは、酒税法違反行為であった。ただし現実には、一般家庭において、梅酒を作ることは普通に行われており、酒税法の改正は現実にそぐわない法律の、改正という意味合いがあった。決め手となったのは1961年、当時の石橋内閣の下で、広報参与を務めていた読売新聞出身の石田。 ジョーが日本経済新聞市場に梅酒に関連した図筆を寄稿したことから酒税法をめぐる騒動が発生したことによるとされている。日本以外では中国でも類似のものが製造を販売されている。その後2008年4月30日に酒造法における租税特別措置法が制定、施行され酒場、料理店等については申請をすることによって 一定の要件のもとに、種類の製造免許を受けることなく、その営業場において、自家製梅酒等を提供することができるようになった。申請については、国税庁ホームページから、指定様式の申告書、特例適用困惑の開始、休止、終了申告書をダウンロード、申請、届出様式取税関係38、特例適用困惑の開始、休止、 終了申告書し、所轄の税務署に郵送、または持参する。条件は次の通り。なお、この特例措置は、この種類を混和した旅館等において、飲食時に宿泊客等に提供するために行う場合に限られ、例えばお土産として販売するなどの譲り渡しは、できない。 特例措置の適用を受けることができる、の特例措置の適用要件混和できる種類と、物品の範囲混和に使用できる種類と、物品は次のものに限る。また、混和後、アルコール分1度以上の発酵がないものに限る。年間の混和に使用できる種類の数量の、上限混和に使用できる、上流種類の数量は、営業上ごとに1年間。 4月1日から翌年3月31日の間に1キロリットル以内に限る。この特例措置を行う場合は、次の手続き等が必要になる。根拠法令等、主税法第7条、第43条第1項、第10項、第11項、租税特別措置法第87条の8、同法施行令、第46条8の2、 同法施行規則第37条の4。梅酒の生産量は2002年から2011年にかけて約2倍となった一方、青梅の生産量はほとんど変わっていない。これは梅、糖類、アルコールのみを使った、本来の梅酒ではなく、人工産味料や香料などを使った梅酒、合成梅酒の生産量が増えたことを意味する。酒税法上、梅、糖類、 アルコールのみを使った梅酒も人工酸味料や香料などを使った合成梅酒も同様にリキュールに分類され消費者にとって紛らわしいことが指摘されていた。そのため日本洋酒酒造組合は2015年から梅と糖類種類のみを使った梅酒を本格梅酒と表示するこのできる自主基準を設けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。